井上正宏は、日本の俳優。ボックスコーポレーション所属。神奈川県出身。元妻は、モデルタレントのジェイミー・ナツキ。2008年6月、ミュージカル、ミュージカルテニスの王子様にて、俳優デビュー。2009年1月、平成仮面ライダーシリーズ第10作、平成仮面ライダー10周年記念作品、仮面ライダーディケードにて、角谷氏。 仮面ライダーディケイド役で連続テレビドラマ初出演、初主演を飾り、同年5月に公開された劇場版長、仮面ライダーデンオディケイドネオジェネレーションズ鬼ヶ島の戦艦で映画初、出演、同年8月に公開された劇場版仮面ライダーディケイドオールライダー対大ショッカーで映画初主演を飾る。2010年1月、タックスマンにて、 ニコ役で安田健とダブル主演を務める。2012年、仮面ライダースーパー戦隊、スーパーヒーロー大戦にて3年ぶりに、角谷氏、仮面ライダーディケード役で主演を務める。同作は、スーパー戦隊シリーズ、海賊戦隊豪快ジャーの主演、小沢良太とのダブル主演作である。私生活では、2016年10月3日、ジェイミー夏希と結婚。 同年12月19日、結婚と翌年春に第一子誕生予定であることを発表。2017年4月17日、第一子男児の誕生を報告。2020年5月8日、ジェイミー木トと離婚を発表した。股下は90センチメートル。趣味は、ゴルフ、レザークラフト。特技はテコンドーであり、VS 嵐出演時には、長い台に板を持ってもらい。 いたわりを披露した。ありがとうございます。